いた。みたいだね。ぶつかんなくてよかったよ。急いでてさ。あ、これ。自分で拾います。無神経ね。ここは歩道よ。それに女の子のバッグの中見るなんて最低よ。もうついてないわ。電車は止まるし、もう間に合わないわ。悪かったな。マナーも知らないのね。学生でしょ。タクシー。ま、待てよ。原宿ピアザビル急いでください。明治通りは渋滞だ。タクシーより歩いた方が早いよ。キディランドの前のビルだろ。乗れよ。俺なら1分だ。さあ急いでんだろ。強引ね。いいからさ。ねえ、名前は？名前。ゆいよ。なかなかゆい。俺、矢作翔吾、よろしく。ピアザビルで働いてんの？違うわ。バイトは六本木よ。着いたぜ。間に合ったろ。とりあえずありがとう。でもひどい運転ね。六本木のなんて店？ハードロックカフェよ。知ってる。行ったことあるよ。今度バイクでドライブ誘うからさ、テルも教えてよ。あ、待って。ねえ、教えてくれよ。バイトは8時から。気をつけてね。絶対行くから。408-7018。お店の電話番号よ。おはよう。みんな政策4部の方にいるよ。いや、おはよう。おはようございます。今から青山スタジオへ行くから。不審の後方2回転宙返り、フィニッシュ決まりました。日本の矢作得点はキャピキャピ10点。遅れちゃった。いつも元気してるね。今日はお前もしたな。任せなさい。出た。嘘。あたしこれで見たの2回目。何あれ。イブちゃん可愛いな。ああ、これ新曲だよ。このビデオ俺エアチェックしてやるぜ。おい、ダビングさせろよ。ビデ汚ねえなこの野郎。ダビングさせろ。勝負やめな。不思議で、ときめいた。
俺だよ。シンジか。なんだ。でっけえ。どこの作者だ。鈴木じゃないみたいだし、本田とも違うし。ヤマハでも川崎でもない。15,000回転、時速320キロ、スピードは F1 だよ。しかもこの作りはスポーツマシンじゃない。本当かよ。こいつどっから持ってきたんだ。社の実験走行室から2日前、俺がテストライダーに選ばれた。お前ならわかるだろう。バハモードか。バハムートだよ。中川君、ご同行願おうか。社の機密を外へ持ち出されては社の大事に関わる。手を焼かせんでくれたまえ。待て、うちの社には銃を持ったシークレットサービスはいない。てめえら動くな。シビン GS だ。ショーゴ、分かってるよ。無駄なことはやめろ。怪我をするぞ。今で、新人。逃がすな。道路を閉鎖しろ。絶対この地区から出すな。ガキが舐めやがって。こいつは一体。チキショー。だから言ったろ。分かったから落ち着けよ。返した方がいいんじゃねえか。バカ言うなよ。捕まったら何されるか分かんねえだろ。成り行きだからしょうがないけど、こんな目立つもんで逃げられないぜ。捨てちまえよ。シンジは殺されたんだぜ。やれた喧嘩だ、買ってやるよ。そう熱くなるな。今さら慌ててみても仕方ないだろ。今日の朝刊かテレビで出るさ。失踪か変死でね、お前も時間の問題さ。そう、相手が悪いよ。ほとぼりが冷めるまでとんずらしてた方がいいぜ。そうだよ、奴らこいつが欲しいんだろ。どっかに置いとけば見つけて持ってくさ。俺に考えがある。手を貸してくれ。ターゲットは矢作翔吾。足取りは目黒区青葉台までは掴んだんですが。今夜中に探し出す。朝になるぞ、作業急げ。はえ、季節に関係なく取れたという楽しいニュースも入っておりまして。翔吾、塗装終わったぞ。付けにしとくからな。おやつさん、どこにも載ってないよ。大変な記録で、ニュースにも出てないし。翔吾か、どうだった。玉回しという遊び。え、シンジは研修でアメリカ。レポート MDC。 3ヶ月間、この様子を。やべえ。あいつをつけさせる。水道工事？俺の部屋に人が？そこまでして隠さなきゃならないものなら、逆に人目にさらしてやるよ。マスコミを使ってな。あ、うん。イブのオンリーユーに出る？わかった。静かにしてよ。こっちは夜が遅かったんだから。いい若いもんが何よ、昼まで寝てて。ねえ、いけないお姉ちゃんね。キャオこの。あん。はーい、よく食べましたね。あ、ねえマイ、今日の食事当番誰だっけ。はーい。はい。ヒさん。は
また冷凍食品？もしもし、しょうごちゃんじゃないの？そうよ、ともみよ、舞もいるわ。嘘みたい、どうしたの？しょうごくんなの？驚いたか？しょうごくん？誰だっけ？へえ、そう、どういう関係かしら、ゆいとは。わかったわ、ちょっと待って。ゆい、しょうごくん覚えてる？しょうご？オートバイでどこか送ってもらったでしょ？あの彼からよ。いや、君のバイト先に電話して番号教えてもらったんだ。ずいぶん暇なのね。ともみやまいとも知り合い？ああ、この間新宿でちょっと。しかし偶然だね、驚いたよ。それで何のご用かしら？そうそう、これから面白いもの見せてやるよ。時祭りイブのオンリーユってあるだろ、あれ見てくれよ。じゃあ。もしもし、時祭りイブのオンリーユ？いけない、もう始まってるわ、見なくちゃ。リモコン、リモコンだ。あ、ビデオの上。どうしてかな。でも焦ってたよ彼、面白かった。あるのね、こういう偶然って。静かにして、始まったわよ。というわけで次はイブのタウンスクープの時間です。あなたの失恋レポート、猫が卵を産んだなんて楽しいニュース、なんでも OK。 あなたの街のビジョンホーンでじゃんじゃん電話してくださいね。あ、早速かかってきたわ。もしもし。あ、ごめんなさい、もう少しカメラから離れてくれる？いけねえ。バハムート6。ババムーチョさん？違うよ、バハムート6だよ。あの子よ。うん、ショウゴちゃんでしょ。上がってたみたいね。リクエストプログラムバンク T2RB3 オンエアスタンバイ OK。 3219。 よし、特捜隊に回せ。あ、変な子、切れちゃった。それじゃあ次の人は誰かな。変なの、どうしたのかな。ビビったのよ、少佐殿。よし、全社に告ぐ。ターゲットは青山6丁目2番のテレビフォーム。本当なんだから調べてほしいんだ。今そのバイク見せるよ。分かったわ、お友達のこと調べてあげる。それともう一つ言い忘れてたけど、受話器置いても平気よ。あ、そうなんだ。バイク後ろにあるから見てよ。見えるかな、映ってる？映ってるわよ。誰も見たことないはずさ。時速320キロ、ベンベとぶつかっても壊れなかったんだ。ベンベって？いかつい外車さ、普通ならバイクがぺったんこだぞ。へえ、そうなの。私バイクのことよく知らないけど、こんなに大きいバイク見たの初めて。頼みがあるんだ、このバイクお宅の局で預かってくれないか。専門家に確かめてもらいたいんだ、これが軍用兵器だってことをさ。おい、みんな見てたか、テレビ局行ってきます。だー、ふざけた真似しやがって。11時台到着しました、ターゲット確認、スタンバイ OK。 逃がすな。今日の電話コーナーはこれでおしまい。それじゃあ私の歌、背中越しにセンチメンタル、聴いてください。どうしたの彼、あれっきり出なかったね。変なの、バハなんとか言ってたね。何が言いたかったのかな。なんでこんなのわざわざ私に見ろって言うのよ、あいつ。変なの、ユイが好きだとか告白しようとしたのかな。バカ言ってる。ねえねえ、この歌3週連続トップなのよ。全車スタンバイ OK。 2号車より全車へ。ターゲット A33 通り通過、次の交差点でアタックしろ。センターフォワード了解。クォーターバック了解。ターゲットがトライしてきました。どこ見てんだこの薄野郎。なんだとバカ野郎、てめえの方から突っ込んできたんじゃねえか。あんなやる気なんだ野郎。急いでんだよ、早くどけよ下手くそ。大丈夫ですか、怪我ありませんか。よし、押さえられ。やかましやがって。てめえら来たれぞ。やかましい、おとなしくしろ。来てよ。離せよバカ野郎。止めろ、気を抜くんだ。車がありません、タッチダウンされました。大円通りを246号線に向かって逃走中。事態、ターゲットを3号高速に追い込め。インターにトランスポーターを用意しろ。矢作翔吾か。
ターゲット確認。代々木インターから高速へ追い詰めます。やつらか、パッと見てだ。見てろよ。外苑東通り閉鎖しました。了解。こいつだ。一般車が一台も走っていない。跳ねやがって。頭に出られちまった。クソったれ。缶詰かよ。このまま真っ直ぐです。こうなったらやけつだ。安田空港誤張、トランスフォーメーション。了解。事故車変形完了。深く急げ。ターゲット確認。やめろ。なんだ。誤張、マリコンで捕獲しろ。了解。やべえ。嘘だろ。ロボットだ。本当かよ。だーよだあ、うん、もしもし。あ、君、俺だよ、矢作翔吾。頼みがあるんだ。君のアパートのガレージを貸してくれないか。それもすぐに。どういうことかしら。頼む。訳は後で話すから、急いでるんだ。わかったわ。ニューヨーク風の、そう、今行った道を来て。私アパートの前に出てるから。サンキュー。テレビ見たわよ。すぐ切られちゃって。え、切られた。それどういうこと。こっちが聞きたいわよ。なんだかわけのわからないこと言ったと思ったらプッツンと。しばらくお待ちくださいだって。それっきりよ。どういうことだ。俺はちゃんとイブと話してたんだぞ。どうしたの。とにかく人目につくとやばいんだ。ガレージはこの近い。助かる。散らかってるわよ。いい部屋だね。家賃高いの。一人で借りればね。そうか、あの子たちと一緒に住んでるんだったね。焦ったよ。そのようね。座ってて、お茶入れてくるわ。うん。ん？ともみとまいが何してるかも知ってるんでしょ？うん。ともみは映画監督志望。今はスクリプターのバイトをしている。まいは歌手志望。バイトでハードロックカフェで歌ってる。私がバイトしてるのもそのハードロックカフェなの。暇だったら今度聞きに来たら？暇暇って言うなよ。俺だってちゃんとバイトやってんだから。マクドナルド。青山通りにあるだろ。ほんと？あそこみんなでよく行くのよ。じゃあお互い時間がずれてんだよ。そうか。ねえ、君、恋人は？どうして？ただ聞いただけ。ねえ、しばらくあのガレージ使わせてもらっていいだろ。大丈夫だと思うわ。殺される。あのバイクは普通じゃない。テレビに出そうとしてよく分かったんだ。それでテレビの扱いがおかしかったのね。そんな気持ちの悪いもの早く手放したら。もう遅いよ。やばいけどスリルはある。それにこのままじゃ死んだダチが浮かばれないような気がしてな。友達思いなのね。そんなんじゃねえよ。すっきりしねえだけだ。やばいけどスリルか。そうよね。何かに自分をぶつけてないと生きてる気がしないもんね。理解あんだね。まさか。ただ今が一番いい時代だって気がするだけ。いい気持ち。セックスより。いや、
あなた何型？みんな同じこと聞くんだな。お見合い写真みたいなものよ。 B 型。私 B 型の人って嫌いじゃないわよ。特に馬鹿げたことをムキになってする人って。俺のことかよ。こいつ待て、こら、ほら、ああ、あら、どうしたの？待ってたんだ。バイトは今日休みだろ。どっか行かない？悪いけど私これからテレビ局に行くの。バイトの仕事が入ったのよ。どうしても？ギャラは安いけど骨を作るチャンスじゃない。何でもやっとかなくちゃ。私ね、笑われるかもしれないけど、ブロードウェイの舞台に立つのが夢なの。いいね、素敵だ。ねえ、よかったら。テレビ局か。一度中を見てみたいな。一緒に行く。お疲れさん。よ。ごめん、気を付き合えなくなっちゃった。え、大切な用事なの。それじゃ。ちょっとごめんね。すいません、着替えてきます。それじゃあ1時間後にセントラルホテルでね。あの野郎。ユイ。はい。君もシャワーを浴びてきたら。ええ、そうします。ホテルはこのパーキングの真正面。問題はどの部屋にいるかだ。もっと上か。こりゃ大胆だね、ユイ。どこだ。
冗談じゃないわ。こんなことされて自分勝手な人、何の権利があってひどいわよ。めちゃくちゃだわ。せっかく主役がもらえそうだったのに、もうおしまいじゃない。役のためにあんな奴と寝るのかよ。私と彼の問題でしょ。ほっといてよ。2350円です。1万円入りました。7650円の開始です。ありがとうございました。翔吾ちゃん、よっ。ちょっとお話があるんだけどな。映画？そう、あのバイク使ってさ、あれすごいんだって。ゆいか。そう、聞いちゃったよ。まずいな、あれやばいんだぜ。でも特撮使わなくて済むし、かっこいいよ。そしてヒーローは君、ヒロインはゆいがいいな。あいつ、OK したのか？考えてもいいよ。やったね。悪いわね。今日はロケ地の下見だからさ、あちこち走ってね。あんまり時間ないぜ。そっか、あいつ OK したのか。何よ。なんでもないけどさ。こら隠すな、正午のことでしょう。やだよ、やだ。白バイだ。わかってる、さっきからついてきやがる。でもこんな道がどうして。あ、いや、何よこれ。やだ、いつの間にか上がってるわ。もう白バイは行っちゃってるよね。何やってんのよ。天井にも街があるわ。それにしてもゴーストタウンね、ここは。そこだけ明るいわ。人がいるみたいよ。バハムートスイッチまではクリア。現在レベル 7G にアタックしています。あいつの声だ。それとあのバイクを奪った男はこのバハムートとの関係には気づいてないと思います。この上バハムートが今の時代に制御している巨大なコンピューターだということを知られたら、軍は壊滅的な打撃だぞ。バハムート？あれはコンピューターの名前だったのか。あのバイクがバハムートの端末になっているのを知ったとしても、暴走族の連中には理解できんでしょう。すごい、巨大コンピューターバハムート。君はここから戻れ。やばいぜ。うん、この辺カメラに収めちゃったし引き上げた方がいいね。あなたは？俺はもうちょっと調べてから帰る。じゃあな。なるほど、あれが天井へ行くエレベーターだな。すげえ。なんだこの酸素。
どういうわけか重力が上と下に働いているんだな。S3 ブロックにガーランド発見。アガン隊は A2 ブロックへ。いけ、こいつまともに動けよ。前へ出たか。早く出てこい。ここまで来るとはな。回転を止めて奴を撃て、ガランド。何？またワイヤーかよ。いい加減にしろよな。待て、話したいことがある。そのまま下へ上がれ。銃を捨てろ。妙な真似はご法度だぜ。いいな。俺も聞きたいことがある。ってのはこいつか。どうして俺を助けた。前から知ってたのか、俺たちの住んでいるところが宇宙船の中だってこと。知っていたよ。軍だけはずっと以前からな。何？正確に言えば軍が隠してきたのではない。バハムートが知らせぬようにしてきたのだ。バハムート？あれは一体何だ。我々はバハムートという化け物のようなコンピューターにずっと支配され続けてきた。宇宙船の中に住んでいることを感づかれぬようにバハムートは巧みに情報操作をしてきた。つまり一部のものを除いては何も知らずに平和を貪り、20世紀の幻影の中で生きてきた。いや、生かされてきたのだ。幻影？それじゃ全てはコンピューターが作った嘘の世界だってのか。実際の時間はそれより5世紀は経っている。世紀だって？ちょっと待てよ、こっぴすぎるんだよ。おい、誰が動いていいと言った？いいものを見せてやる。ついてこい。バレってんだよ。心配するな。外部の侵入に対する我が軍の前線基地だ。何？確実に接近しつつある巨大な人工物体をレーダーがキャッチしている。これで分かった。偽りの平和はここまでだ。まいったね。これが現実だ。相手が敵だって証拠は？鉄の溶けた荒野を見た。今我々が敵の侵略の危機にさらされているという現実だ。そのために我々は軍備の増強を図り、兵器の開発を急いだ。バハムートの支配が及ばぬ地下でな。その一方で奴の支配から逃れようと命令を解除するキーを探し、バハムートにアプローチを続けてきた。その結果レベル6までクリアした。残るはレベル7のみ。しかしそんな時に密かに開発したガーランドバイクが盗み出され表に出てしまった。お前が乗り回しているそれだ。レベル7が解除できるまでは
絶対に表面化してはならなかったのだ。そういうことか。バハムートがお前たちの手に落ちた途端、全ては思うまま、戦争が始まっても地上にいる人間はその時まで何も気づかないってわけだ。それまではせいぜい奴を利用させてもらう。私の部下として働くなら生かしてやる。でなければ殺す。面白え。やってもらおうじゃねえか。その恋人の二人がある日、自分たちの世界が全てコンピューターで作られていたってことを知ってしまうわけでね。こっからが見せ場よ。その二人は何者かに命を狙われて、国民の知らないところで軍事国家を作ろうとしている組織を叩きのめすってな感じ。どう？まあ自主制作の映画だからノーギャラだけど、乗ってくれるでしょ。私はオッケーよ。お主はどうかな。主役にぴったしなんだけどな。私が相手役だから不満なんでしょう。電話した時だってそうじゃない。お店を辞めたわけを聞いたって、別にその一言、電話なんかするんじゃなかった。こっちからかけようと思ってたよ。相手がユイだからどうのこうのじゃねえよ。ただ気が重いんだ。私、あの人気歌手、トキマツリムのバックコーラスをやるのです。本当？すごいじゃない。スカウトされたの。やったね。ヒノキ舞台に出るチャンスじゃん。やったね。舞は彼女の大ファンだし最高だね。サンキュー。それじゃ。やだ、気づかなかった。帰っちゃうの？ねえねえ、おごっちゃうからさ、みんなでパーッと騒ごうよ。ゆっくりしてったら。映画のことをもっと話したいし。映画のストーリーこうした方がいい。え？俺たちの知らないところで時代を支配しているものがあった。実はそのコンピューターは時代を支配すると同時に宇宙船をもコントロールしていた。宇宙船を？何の話してんの？つまり俺たちはどでかい宇宙船の中に住んでいて、外は宇宙だってこと。ふーん、 SF か。ちょっとした思いつき、面白いだろう。こんなあり合わせの兵器じゃ話にもならん。エアクレーン FX の開発はどうなっている？進めております。ただ地上で表立ってできない分だけ、どうしても時間的なロスが。またバハムートか。現在レベル7を 70% 解放、あとは時間の問題です。方位2419に物体が接近している。猶予はできんぞ。分かっております。すぐ急がせろ。体裁並べやがって。いざとなったらあいつらがどんな行動を取るか察しがつく。私の部下も同じ気持ちですよ。
今の保身ばかりを考える上層部を誰も信用していません。俺たちの時代が来る、来なければ作るまでだ。いいわ、もう何も聞かない。お店を辞めたわけも話したいさ。でも今はだからもういいって。いいぞ、そのまま。決まってる。その話本当か？バカな、リブのイベントに本人が顔を出さないなんて話あるかよ。ワイがっかりしてたわ。二人の絡みのシーンはどうなるんだ。後から彼女一人のフィルムと合成するんですって。でも変よね。何が？リブってコンサート一度も開いたことないでしょ。見るのはテレビだけよ。中止。指示が来てるよ。3秒7フレリワインドだ。ああ、わかった。こいつはまったく大したコンピューターだよ。曲も歌詞も同時に考え出してるんだぜ。それで振り付けを間違えてやり直しか。この新曲もきっと流行るぜ、これは。騙されてやがる。下げろ。おっと、捕まってたまるかよ。私だ。何？ガーランドがパトカーを？そいつがあなたと話をさせろと言ってきています。いかがいたしましょう。わかった。つないでください。わかりました。俺だ。ひょう、だいぶ暴れたそうだな。時松リーブって知ってるだろう。いい女だな。彼女に会ってきた。それで俺たちをバカにするのもいい加減にしろ。正体を知ったらしいな。だが俺に言うのはお門違い。彼女を作ったのはバハムートさ。バラしてやろう、何もかも。どうかな。お前がテレビ局に初めてバイクを見せた時のことを思い出してみろ。あれはお前が？ん？あのな、マスコミを抑えてるからって安心するな。手段はいくらでもあるんだぜ。
奴の動きはどうだ、距離は。キャプチャーカウンター400を記録。コードネームデザルビ、毎秒517マシオンで我が方に接近中です。早い。バハムートのプログラム解説はどうなっている？現在レベル7のコントロールコードを検索中との報告を受けております。時間がない、済ませろ。はレベル7からのコマンドとステートメントは EVE に変更された。各自メモリーマップをチェックせよ。あった、ワークエリア AD3 から 9F3 のアドレスだ。 EVE インタープリターがスレイブロムに記憶されている。よし、あとはマシンランゲージでこちらの言語に変換するだけだ。バハムートが悲鳴を上げてるぜ。レベル 7G のオペレーター、レベル 7G のオペレーター、私をバックアップしてください。リブ、レベル 7G のオペレーター、ラムカートリッジのファイルをオープンしてください。私はイブ、あなた方人類によって作られたプログラムです。データ5930に基づきコードナンバー86を実行します。データ5930に基づきコードナンバー86を実行します。許可願います。ああ、わかった、どうぞ。ナンバー01で起きた戦いのデータ5930によって人々は自らの手でその星を破壊しました。そして第二の生息可能な星を求め宇宙へと旅立ったのです。しかし再び宇宙間での戦いが始まり、脱出用の宇宙船も大損害を受け、半分は無人の荒野と化してしまったのです。荒野。データ5930から432126時間、つまり500年後の今、再度同じ過ちを犯そうとしています。この船もナンバー01と同じことになります。ナンバー01、なんだよそれ。あなた方のふるさと地球を意味します。地球？じゃあ敵も俺たちと同じ地球人だというのか。私、つまりバハムートの7番目のプログラム EVE さえファイリングされていれば、あなたたちを守ることができます。私はそのためにプログラムされたのですから。私は今解除されようとしています。そうなれば今の平和も。待て、一つだけ教えてくれ。なぜこの世界を20世紀の終わりに設定したんだ？どうして俺たちにそう思い込ませたんだ？それはその時代が人々にとって一番平和な時代だったからです。あ、今が一番いい時代だって気がするだけ。助けて、私は解除されてしまいます。かっこいい。次はユイの演技を見て。はい、もしもし。ああ、今昨日のラッシュ見てたとこ。いい男に映ってるわよ。待っててね、今出すから。ヒーローからよ。もしもし。え、今すぐ？おお、デートデート。だってどうしても。行ってらっしゃいよ。押し倒せ。どうしようかな。距離カウント200。バハムートは現在プログラム EVE をマシンランゲージで変換中。あと3時間で終了します。どうしたのよ本当に。深刻な顔しちゃって。ねえ、どうしてか言ってよ。俺に付き合いよ。何よいきなり。お前は抱きたいんだ。もう、もう少しロマンチックな表現できないの？嫌ならいいんだ。翔吾、待ってよ。どうしたの？何イライラしてるの？いいよ嫌なら。
何よ、人を呼び出したくせに。ゆい、どうしていいか分かんないんだよ。分かんないんだよ、どうしていいのかよ。どうすりゃいいんだよ。マシンランゲージでの変換終了。ただいま変換プログラムのセーブを行っています。もう一息です。よし、上層部には私から報告する。鋭意努力せよ。作戦を遂行する時が来た。時祭り部の新曲よ。消せよそんなの。自分勝手なの。ただいまクリアしました。よし、バハムートが制御していたものに関しては万事怠りなく引き継ぎを完了。管理を継続せよ。ゴーだ。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。たった今外電が伝えてきたニュースによりますと、太平洋海上で日本に向けて航行中の我が国のタンカーあけぼの丸3万5000トンが突然キラー衛星からのミサイルを受け爆発炎上した模様です。軍事専門家の間では予測していたことだけに、それが現実となった今、外務省はショックを受けています。詳しいことはまたニュースが入りましたらお知らせします。あなた方の命を頂戴に参りました。ビギー、何事だ。作戦へ完了。そっちはどうだ。ただいまテレビ局を占拠、国会議事堂に向かいます。了解。ユイ、これから俺の言うことは全て本当だ。信じてくれ。話して。トモミたちと作っているあの SF な、あれは空想どころじゃない、正真正銘の事実なんだ。まさか。なぜこんな秘密を知る羽目になったか頭から聞いてくれ。この街はヤバいんだぜ。夢可能だ。私です。BD です。実行したのか。成功しました。夢可能さん、あなたは財界トップに立つ方。そちらの方は一つよろしくお願いします。わかった。財界は全面的に支持する。ついにバハムートを征服したか。これで兵器産業も大手を振って動けるようになる。首相、あなたは何もなさらなくて結構。事後処理は、いや、これからの全ては我々がいたしますから、あなたは私たちの言う通りに従ってください。そうしていただければ万事うまく運びます。先ほどから何度もお伝えしていますが、1時間ほど前、別な海上を航行中の我が国の大型タンカーがまたキラー衛星からのミサイルによって撃沈されました。どうも、言えませんね。明らかに意図して行っているということです。
当然政府も報復措置を取らざるを得ないでしょう。ただいま入りました情報では、政府は我が国に対する某国の侵略と判断、1時間以内に総理大臣の緊急表明並びに記者会見が開かれる模様です。侵略？それでか。どうかしたのか。なんてもんじゃねえよ。街ん中戦車が走ってたんでぶっ飛んじまったよ。戦車？そんなことはテレビじゃ一言も言ってなかったぞ。でもかっこよかったな、あの戦車、結構スピードがあってよ、それじゃ私たちの住んでいるこの街は宇宙船の中だっていうの？そうだ、俺たちはバハムートという巨大なコンピューターが作った世界に住んでいたんだ。それじゃ地方とか外国というのは？そんなものはないんだよ。まさか。でも実際にアメリカやヨーロッパへ行ったお友達もいるわ。前だって現に行ったという連中はバハムートの力で催眠暗示をかけられ帰ってきてるんだ。そんな。空港へ入った途端、見送り客にも全て催眠暗示が。今思えばこの街の外の世界を知らせないためだったんだ。それじゃ本人だけが行ったつもりになってるだけ？そうだ、裏側がハリボテの、ハリボテの世界なのさ。未確認飛行物コーストレース、タッチダウン180秒前。サンディークパトロール中のリマール隊を回します。何としても落とせ。今や宇宙船同士の戦いが始まろうとしてるんだ。一緒に戦おうって軍のお偉いさんに誘われたよ。こんなシュールなこと信じろったって無理だよな。信じる、正吾の言うことなら。ユイ、信じられるのはお前だけだ。リマール対 U2 に接触、ロックエルスクランブルスタンバイ。ライルが U2 と交戦中、ファイター発進せよ。ロックエルスクランブルゴー。スコーピオンスタンバイ OK、 発進。リマールの反応が消えた。は、落とされたかと思われます。ターゲット確認。前期 A フォーメーション。そこだね、落ちよう。ロックエルよりマイケル、U2大破収容庫、本体は全滅。どうしたの？外が騒がしいんだ、テレビをつけてくれ。近辺はすでに交通規制されて、走ってる車は1台もおりません。あ、来ました。軍用バイクを先導にミサイル装甲車 MT-1 ヘル・ピーコックが続いてきます。我が国が誇る最新兵器です。これほどの兵器が国民の目に触れるのは全く初めてのことであります。会社へ急ぐサラリーマンもこの異様に圧倒され見送っております。続いてきましたのは、あ、最新鋭戦車 M21 重戦車アナコンダ。見よこの勇士。どうしたの？戦争が始まるの？始まる3部隊、首都防衛隊の要であります。国会議事堂を目指して堂々の行進で。ハムートが落ちたんだ。昨夜、高所にて初めて敵と接近遭遇し、全機撃墜しました。軍としては今後とも、我が国の主権を侵す者に対しては、断固とした態度で臨む。敵は亡国としかまだ申し上げられませんが、昨日までの平和な世の中では、夢にも考えられなかった事態が起こりつつあるのです。全国の皆さん、危機は刻一刻と近づいています。皆さんのより一層のご協力を。ねえ見て、戦争よ戦争。あたしだって戦争状態よ。今日中に撮影アップさせるんだから、あんたも早く着替えてカメラ屋に昨日のラッシュ撮りに行ってちょうだい。へーい。よし、オッケー。このシーンで全て終わりだからね。では張り切って本番行きましょう。よーい、スタート。戦争に行ったら
無事に戻れるかどうかわからないぞ。それでもいいのか、うん、待ってるわ、いつまでも。その調子皆さん、自由と平和を侵略者から守り抜くために立ち上がりましょう。俺たちも兵隊に取られるんじゃないかな。いやよ、そんなの。いいね、その顔。じゃあその感じでもう一回。暇してるね。戦車が街の中走り回ってんだ。危なくて賊も走っちゃいねえ。おかげでこのざまだ。今日初の志願兵を募集した陸軍省になんと1200人を超す若者が集まり、担当者はてんてこまいの一日でした。今の若者はどんな気持ちで兵隊になろうとするのか早速聞いてみましょう。特別国家公務員なんて肩書きかっこいいし、制服に M16 なんてべしばしに決まるしさ。でも本当はさ、お国のためでありますなんちゃって。モーリー、後ろにチョンボもいたぜ。しばらく顔出さねえと思ったら、何考えてんだあのバカ。時祭りイブのキャンペーンのバイトはまだ続いてるの？まあね。でも最近はご存知の通り軍事職一色だから面白くなくて。ともみ来るって？うん、それが今編集の大詰めだから寝る時間も欲しいんですって。帰りにハンバーグとビール買ってきてって。やーね、ビールばっかり、ビアダルになっちゃうんだから。いいぞいいぞ。構成も割とうまくいってるじゃん。結構結構、みんなをびっくりさせてやるぞ。処理終了しました。ご苦労。ネガなどめぼしいものはすべて回収しろ。必ず戻ってくる。必ずここへ。将軍。マイ。マイ、とにかく警察に知らせなくちゃね。もしもし、はい、います、はい、今変わります。マイ、お父様よ。あなたのお父様から。パパ。マイか。パパなので。随
探したよ舞。ママも心配しとるぞ。どうだ、そろそろ戻ってこんか。これから世の中は変わるし、今までのように好き勝手のことをして暮らすのは難しいぞ。ここはお前の家なんだから、いつでも戻っておいで。パパ、野郎ただじゃおかね。これが敵パトロール艇を実際に調べた結果です。一口に言って敵の兵器は我々の50年先を言っています。かといって今さら後へは引けん、戦うだけだ。相手の武器が手に入った以上、数日でノウハウをものにすることはできます。敵の力は我らにとっては未知数だ。作戦はどう立てる？前回500年前の戦いでは勝負は互角と記録にあります。しかし現時点では武器の技術差が50年、当然数の上でも劣ると思われます。それに敵との人種的な差をどうするかが作戦を立てるにおいて最も重大な問題であると思われます。いいか貴様ら、よく肝に銘じておけ。あとはないんだ、勝つためのことだけを考えろ。申し訳ありません。バハムートをぶち壊してやる。ターキー1よりフルハウスへ、中階層 B1 ブロックに侵入者あり。レディーブロック、バハムートへ進行中。ハーガン隊を要請します。了解。受けろよ。やった。チコロさん、センサーに反応はない。降りて確認してくる。おい、まだ危険だ、上がってこい。T1 よりバルブラン隊へ。ターゲットはセンサーリダクションを使用。英語ブロック28号線前で見失いました。バルブランリーダーより前期へ。ターゲットは必ずここに来る。着地でワンフォーメーション、見つけ次第射殺しろ。了解。12時の方向にエネルギー反応。高熱源に対して切り替え、弾道にエネルギー反応。やつだ、弾道を全速で。まさか。そのまさかだ。申し訳ありません。奴はバハムート内に侵入。見てやつだ。ローソンより本部へ。バハムート内での武器の使用許可を。大事な時に役立たずどもが。ライトサーベルを使わせろ。分かってるな。逃がすなよ。はっ。こいつが俺たちのマッチを作ってたなんてよ。玉切れか。来たか。ヤツの銃だ。いたぞ、マッキーがやられた。逃がすな。野郎どこにいるんだ。たまんねえよ。やべ。私だよ、わかるかね、矢作君。無能な部下には任せられんのでな。ザミ飛んでもらおうか。今がどういう時期か何も知らんくせに。くそ、バイクみたいにもいかねえな。でも意地なら負けねえぜ。意地になりやがって。やろう。よく狙え。どうした、弾切れかね。溜めやがって。くそ、押した。敵はどこ行った？さっきの元気はどこへ行ったんだ？ほら立て！自分の力が分かったろう。借りがあったな。今返す。うわあ！作戦終了。全員引き上げる。少佐、敵第二波本艦に急速接近中。よし、分かった、すぐ行く。
には帰るところがあるんだもん。帰ってあげなくては。ゆいはどうするの？一人ぼっちになっちゃうわよ。戻ってきたら考えるわ。そうだったね、彼と幸せにね。あなたもよ。楽しかった。さようなら。今が一番いい時だって信じるのよ。Ah!